美的。リプサの新しく出るファンデーションと、それにミックスするオイルたち、それとこれがねちょっと興味津々なんですけども、ラインを描くデザイナー、シリコンチップとそのケースに鏡がついているっていうのらしいです。こっち開ければいいです。これ合ってる、これがライナーデザイナー、これがイプサ。私ね、イプサもこの新商品のテストをしたくって、こっち目当てて買ったんだけど、これがねなんか想像以上に面白そうなので、ちょっとどっちも期待しながらやってきますかね。イプサはファンデーションが101の色のファンデーションが6回分、あとはオイルが2種類あってそれぞれ3回分で、こっちのファンデーションにこのオイルをミックスして使うらしいんですよ。それがちょっと気になって気になって、でこのオイルが2種類なんだけど、こっちがねイプサクリエイティブオイルシュアーゴールド、これは、ツヤ肌になるそうです。でもう一つがイプサクリエイティブオイルエアリーホワイト、これはサラサラマット肌なんで、私はマットタイプが好きなので、特に T ゾーンとかはこちらじゃないとダメだと思います。でこのツヤ肌はもしやるとしても、目尻下方の上あたりとかにツヤ感を出すのはありかな。でミックスして使うってあるのでやってはみるけれども、まずオイルを肌に馴染ませてから上からファンデーションでもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。新しいコンセプトなんで面白そうなんでやってみようと思います。これね、なんかねこれもね、さっきあの本誌読んで使い方びっくりしたんですが、まずじゃあこちらのファンデーションっぽい形のケース、見えるかな、星の型押しデザインになってます。で美的っていうピンクのロゴがありますね。で鏡になってて、ここに、おー柔らかいシリコンのこうライナーデザイナーっていうんですか、なんかのギター弾きたくなりますね。はい、これはすごくしっかりしてるけども弾力があるシリコンで、美的のロゴがスターマークの中に美的って書いてますね。裏は何もないです。でこの使い道なんですけども、どうやらこの鏡が5倍鏡らしい、5倍に見える鏡、それをこうデザインメイクするときにピタッと後ろに貼って、これを鏡にピタッとやってメイクする。目元だからね、すごいしっかり見せ、しっかり見えたいから、普通の鏡で顔全体を見て、でこれで拡大をするっていうものでございますね。鏡はこれはシートがかぶさってるのかな、ちょっとねいつも私鏡にかぶさってるシートの見分けがつかなくて、あ、かぶさってる、かぶさってる。見つけられました。おー、ま、すっごい見える。
見えるけど5倍強目がクラクラってなってくる。あ、そっか、これを取らないといけない。取るのどうしたらいいんだろう。あ、爪が剥がれた。爪がね、やられちゃうので注意。爪がやられた。パキッて。じゃあまずイプサから実際に使っていきましょうかね。なんかこれちゃんとレビューすると長くなりそうで、前半後半分けなきゃいけないかな。じゃあこれがファンデーションで、これがミックスするオイル。2タイプ。シアーゴールド。シアーゴールドは、ツヤ肌、シャイニースキンにしてくれる。で、これがマットスキンかな。エアリーホワイトはマットスキンにしてくれる。うん。で、ファンデーションはこれ全部同じですね。101。全部同じカラーで、イプサリテクスチャ、リテクスチャリング。なるほどね。SPF25PA2+。これが 0.3mm 対 0.1mm。この割合でミックスしてねってことなのかな。ただまあ割合は、そうね、やっていきますかね。で、今日ね、私ね、肌がすごい、顔のね、あの肌がめちゃめちゃアレルギー反応起きてまして、顔に使うのは怖い。だからちょっと腕にやっていきます。どうしようかな。こっちがシア、シャイニーで、こっちがマットになるんだけど、こんな感じで真ん中を開けて、こっちとこっちで使ってみましょうかね。でその際に、この私はね、このオイルを下に塗ってから上からファンデーションやっても同じかなと思ってて、まあ、そういう風に分けて塗る方法と、あとはこう混ぜてから塗る方法と、両パターンやってみようかなと思います。あともう一つが、ファンデーションオンリーの場合どうなるか。なので中央がファンデーションオンリーにして、あとはまあこちらがマット、エアリーホワイトマットで、こっちがシャイニー。ちょっとね、これで入りきらないんで、まず5種類でやっていきます。で最後ここに重ねる感じにしようかなと。まずこれがファンデーションオンリー、重ねないやつね。で次にこっちがね、マットオイルですよね。エアリーホワイトマットオイルを重ねるんだけど、この矢印なのは、まずマットオイルをなじませて、しっかりなじんだ後に上からファンデーションをオン、だからノンミックスです。でこちらが最初からマットオイルとファンデーションをミックスしたものをのせるっていう感じ。でこっちはね、シャイニーオイル、シアーゴールド使うんですが、まずはシャイニーオイル塗って馴染んでから上からファンデーションを重ねるって感じ。でこちらがシャイニーオイルとファンデーションを最初からミックスしてここにのせる。ちょっとね、それでやっていこうと思います。これをね、パレット代わりにします。実はこれ2つ買ってるんですよね。もう1個ね、買ってるんですよ。なぜかというと、これ昨日実は開封していて、開封までで、今日は実際に塗っていくっていうのをやるんですけども、開封した時にこれついてて、これペタって貼って、片方にもペタって貼ってっていう、これが欲しくって、もう1冊後から買い足したってやつなんですね。ちょっと開けていきます。
ちょっとしか入ってないんですよね。本当にちょっと。こちらがシアーゴールド、つまりシャイニースキンにしてくれるお湯で、こちらがエアリーホワイト。エアリーホワイトは一応、マットにしてくれるオイル。ただマットでオイルってどういうことって思うんだけど、やってみますかね。マットオイルとシャイニーオイルを最初になじませるっていうところ、マットシャイニーオイルとマットオイルをここにね、最初なじませるってところからやります。シャイニー塗ってマットも塗ったんですけど、マットの方がぬるっとしてました。なんでだろう、ぬるっとしてました。でシャイニーは本当にもうすぐになくなってどんどん浸透していくんですけど、ちょっとマットの方はなんかキラキラが両方とも入ってるかな。マットの方はもうちょっとだけですごい伸びがいいというか残ってるんですよね。まだテクスチャーがもうこの時点で違います。ちょっとね、これ数分間なじませていきます。3分、だいたい3分経ったんでなじみました。シャイニーもマットもなじんでくれて、マットの方が表面がねスルッとこうなんか滑る何かがある、球体かな、何かがある感じがして、でシャイニーはもう浸透してて肌自体がもっちりって感じになってますね。まあ感触は違うけど見た目はちょっと分かんないです。じゃ真ん中にファンデーションを塗っていきます。真ん中のっけて、あとマットとシャイニーのオイルの上に重ねるっていうのをやるので3箇所いきます。おお、プシュッとなる。1、2、3箇所、量が違うかな。ちょっと足しましょう。同じぐらいの量になったかな。はい。で、ちょっとね残ってるのはこのオイルにミックス用として出しておきます。ミックス用として、ちょうどぴったりかな、これで。ぴったりぐらいかな。はい。で、まずはこの指使ってない、これでファンデーションのみ、これ下地も何もないですからね。ファンデーションのみでなじませる。量多いか、ちょっと量多い気はするけど、ファンデーションのみ。次にシャイニーオイルをなじませた上にファンデーションをのっけたらどうなるか、見た目わかんないけど、うん、まあ伸ばしてみました。次、マットオイルにファンデーションを重ねた場合、ミックスじゃなくてね、後で重ねるって。見た目だとちょっと分かんないですけど、しばらくこれなじませていきます。はい、ちょっとねミックスファンデーを作っていきますが、これねまだ使ってない、ストック買っておいたやつなんだけど、多分ね量が少ないのでこっちの大きいブラシだとすごい吸収しちゃうから、このちっちゃい方のブラシでやっていきましょう。でね、混ぜ混ぜしますね。混ぜ混ぜ。オイルがちょっと足りない感じがするんですよね、こっち。あ、すごい吸収する。なんかほとんど吸収、オイルがほとんど残ってない。なんかすごい吸収されちゃってて、ちゃんと塗れるかな心配のミックス。これは、シャイニーだっけ。そうだね、シャイニーのミックスしたもの。こっちがマット、
マットとファンデーションをミックスしていきます。すっごいこっちに吸収しちゃう、はい、で、これをここに塗っていくわけなんですが、こっちにシャイニーオイルプラスファンデーションで最初からミックスした状態のを塗っていきます。やっぱし薄付きになりますね、相当塗ってんだか塗ってないんだかよくわかんない状態。これは手のひらで混ぜた方がいいかもな。ほとんどこの子が吸収しちゃってるけど、まあみずみずしい感じかな。みずみずしいで、シャイニーかっていうとキラキラ成分はそんなになんかラメっぽいのが感じられないんですよね。ちょっとこれ残ってるから全部使ってみる。こうやって、いやー、それにしてもなんかあんまり乗ってくれないな、ブラシだと。すごいね、みずみずしいウォータリーな感じ。うん、こんな感じです。色が違って見えるぐらいテクスチャーがこのブラシのおかげですかね。はい、次にここラストいきます。マットオイルプラスファンデーションミックスしたバージョンでいきます。これね、こっちもねやっぱついてくれないんだけど、マットの方が伸びが悪い。あ、すごい乾きがいいかな。伸びは悪いけど乾きがいいから、確かに、とはいえオイルだからすごくマットな部分、マットにしたい部分をオイルでいいんだろうかっていう疑問はまだ残るかな。で、触った感じとね、シャイニーはやっぱりねちょっとみずみずしいウォータリーな感じで、マットはこうつっかえる、あんま滑らないです。で、ファンデーションは、ファンデーションオンリーは、でもファンデーションオンリーが一番みずみずしい感じがするんですよね。だからオイルが嫌いな人はファンデーションオンリーの方がいいかも。こんな感じで、ちょっとミックスを指でつけたらどうなんだろう。わかった、指でつけても同じ、指でつけてもわかった、指でつけてもオイルとファンデーションをミックスするとこういう風な薄付きになる。でも最初からオイルをなじませておけば事実上ファンデーションのみが上に浮くからこうやって濃く出てくるわけですね。なのでカバー力を求めるならばファンデーションオンリー、もしくは下に乾くとこだけオイルを塗ってからファンデーションやるとしっかりファンデの色も出るしカバー力もあるし、かつ乾かないでオイルが下で働いてくれる、まあ、乾かないって今言ったけど、このオイルのマット部分とシャイニーの違いは、シャイニーとこのマット見てもシャイニーだから輝くかっていうとそういう感じもちょっとわかんない、肉眼ではわかんない。これマイクロスコープで使えばわかるかもしれないけど、正直人の顔見るときいちいちマイクロスコープで見ないから、肉眼でパッと見の印象っていうのが重要だと思うんで、シャイニーだからって特にシャイニーな何かがあるかっていうのは感じないな。マットとあんまり変わんない感じがする。若干言われてみればゴールドがちらほら芝のところに感じられますけど、マットはあははマットに見えますねっていう。で、実際触るとマット感がないから、おそらくこのマットオイルの意味は実際自分の肌にはこうしっとりした感じに感じられるのに、見た目がマット風に見える。だから乾かしたくない、肌は乾燥させたくないけどもマットに見せたいっていうのはこのマットオイル使えるかもしれないです。どっちみちオイルミックスのはあんまり乾燥感は肌は感じてないですね。
私はリアルオイリーな部分があるので、リアルオイリーなところにこのオイルミックスはあんましおすすめできないかもしれないので、リアルオイリーなところはこのファンデーションオンリーの方が良さげです。で、マットに見せたいけども乾かしたくないって人はこのミックスの使い方いいかもしれないですね。で、輝かせたいって人はオイルのみ塗った時もそんな輝きは感じなかったし、こうやってミックスしても、言われるほどそんな輝きも感じないので、ほらこうやって動かしても、ね、輝いてますかないですよね。なんであまりねシャイニーはそこまでツヤを感じないかもしれないですね。こちらが成分になります。じっくり気になる方はご覧ください。私がちょっと気になっているのはこのエアリーホワイトでマットにしてくれるオイル、なんでオイルなのにマット感が出るのかなというところで、この2番目に書いてある成分、ポリメチルシルセスキオキサン、これは調べたらシリコンの一種でソフトフォーカスの機能がある、これかなと思ってマットになる理由は、これが本体の形、本体はこんな形になってるみたい。でシャイニーの方はゴールドのパールが入ってるそうです。でこちらのマットになる方がホワイトとシルバーのパール、それとあと皮脂を吸着してくれるのが入っているそうです。中に入ってたパンフレットなんですけども、最初にファンデーションを手のひらにポトンと落として、そこにオイルを一滴二滴混ぜる。で、オイルはこういうふうに片方キャップを外すとスポイトみたいなっていうんですかね、そんな感じになってるんですって。なかなかこの使い方の写真がなくって、まあ、パンフレットに書いてあったっていうか載ってた、これぐらいしか見当たらないんですけども、ただ公式ページにも写真がないんですよ。だからちょっとパンフレットからミニサイズですね、それぞれ 15ml 15ml、 ちなみにファンデーションはこのサイズで 25ml です。お値段が2500円、でこれが4500円、まあ、だけど量がね多いん でこの全6色っていうのも、これもまだこれ自体が発売されてなくて、9月14日に発売されるから公式ホームページにも載ってなくて、ただこの全6色っていうのはおそらくですけど過去のイプサのファンデーションで、まあ、リキッド、クリーム、パウダーとかいろいろありますけど、だいたい6色なんですね。その6色の空張り通りだと思うんですが、今回101のパウチが入っていて、101はまあ標準ぐらいの色なんですよね。ちょっと私濃かったんで、あ、一つ明るめのカラーで100番、それかなとは思うんですが、ちょっとね空張りが正式に出てくれるといいんですけどね。で SPF、PA は少ない方だと思うんで、重ね付けしたり、あとベースの下地の方をね、UV カット効果高めにするとか、そういう風にする必要がありそうですね。今回気になったのはこのオイルで、オイルなのにマットになるっていうのがすごい気になったんだけど、これと比較してちょっとファンデーションのこう存在感というか、これは一体どんなメリットがあるんですかってところで一応書いてあるのをピックアップしてアンダーライン引いたんですが、ポアレス、毛穴が目立たなくなるってすごくいいですよね。ライティング明るくしてくれるのかな。反射光オート補正パウダー、なんかカメラみたい、オート補正なんですってで肌のノイズ、これねノイズとかなんかカメラみたいですよね、本当に。まあ、そういう毛穴とかデコボコ感をあんまりこう見えなくしてくれる、ぼかしてくれるっていう、そういうリキッドファンデらしいんですが、さっきそうやってしてもちょっと分かんなかったんですよね、その良さが。顔に合うとちょっと違うのかもしれないんですけど、
分かんなかったから、でも今回これかな、やっぱりオイルだから、まあ、しっとりはするし、カバーしてくれるというか、そのバリア機能っていう意味では良かったんだけど、私はちょっとね、インナードライだからオイルはそこまでは必要ではない。でもマットは好きで、本当にオイルなのにマットっぽくはなってました。とはいえオイルにしてはマットだねっていうぐらいであって、やっぱりね、こうパウダーとか使った方が全然マットになります。なのでやっぱ唇の横、口の横とかすごい乾燥するところ、でもツヤ出したくないじゃないですか。なんか口の横がツヤ出たら天ぷら食べてあるみたいになっちゃうんで、口の横の乾くところはこのオイルでしっとりさせつつも見た目はマットにするっていうので、もしかしたらこれ使えるかもって思いました。でまだパウチ1個分しかこれ使ってないので、あと2個分残っているのと、プラスアルファもう1冊買ったんで、あと5回分からあるので、もうちょっとこれ使い込んでみて、もしよかったら現品買うかもしれないです。でこのシャイニーにしてくれるゴールドパールが入ってる方、シアーゴールドは、もしかしたらもっと量をガンガン多くすると、もっとこのゴールド感が出てくるんじゃないかな。でゴールドなんで、イエベさんがね、ツヤ肌にするにはすごくいいと思います。おお、690円激安ですよね。他にもいろいろついてきて、このこれ買ってちょっとゴールドパール試してみてはいかがでしょう。お次はこちら。これはね、目の形とかどんなラインを引きたいかとか、いろんなパターンがあって、416パターンぐらいかな。それ全部やるのもめちゃめちゃ長くなるから、ちょっとこれは明日にしましょうか。明日メイクして出かけなきゃいけないんで、明日そのメイクするときにイプサのも実際顔に使って、でこれで16パターンの説明もして、で自分の目にもちょっとライン引いてみてっていうのをやってみますかね。そう、これが欲しくてね、2個買ったんですよね。美的を、これですよ。これじゃなくてこれが欲しかった。これ